よ。さあレベル上げしていないけどいけるか、ロボニャン3000。28号も超強かったしな。とりあえず行ってみるか。持ち物、まあ身代わり人形で、とりあえず攻撃パターン知らないとね。さらに豪華になっている。ロボジャン残念発進。28の次3000で飛びすぎだろ。まあここだよな。さあデンジャラスキャノン、そんなものは食らわん。痛い。そこまででもないのかな。よし、ナイスブリー、大丈夫。まあまだ序盤だからな。ちょっと回避。いやそんな食らわんな。さあどういう行動が来るのかわからないからな。ロックオン、ミサイル、痛い。そして F 型を呼んだ。まとめて倒す。よし、なんかコマが親方死んだらちょっと積むね。行くな回復2人の方がいいかもな。回復うん、これやばいな。コマどういう行動するかわからないのもまた辛い。あ、コマ終わった。あ、ゼロキロじゃないとダメだな。危ない。よし、豪華回復しといて。ちょっといいだと全部行くのきついんだ。 A か長押しするのは無理だな。行くな。ブリー隊長もなくなってしまった。ぶっちゃけあいつらいなくていいかな。いない方が楽な気がする。おでんじん黙ってない。ロボニャンやばい。おお、復活させておこう。おやさん回復。よし。もういいだろう。倒しきってしまえ。よし、うっそー。あんこっちゃない。降ってきた。フィニッシュ。あぶね。でも28号の方が強い気がする。やった、アイテムだ。バッテリーロボ3000、新アイテムだな。私のワニじゃ弟よ、洗脳が解けたのか。
弟だったんだ。弟と呼べる存在だ。暴走させられてしまったのだ。だからやられちゃったんだ。ロボ妖怪って暴走しすぎじゃない？すまない。帰ろう。ブリーたちは先に帰ってる。報酬報酬。何くれるかな。玉か。バッテリーいただきます。オーラだ。キャプテンサンダーにダメージ 1.5 倍。あ、ネタバレリーナが降ってきた。これは。ウィズマルマンの時はお世話になったリーナ。ネタバレすると映画で新しく登場する超重要キャラクターはなんとえん、まだれししかし、しっかりとネタバレしてもらわないと。映画って何のことにゃん。まだれ少しだけネタバレしちゃうりーな。ワイハーリゾートエソグリーナー。ママたれだに。次のミッション気になるだに。これは失礼、大事なことを言い忘れておりました。今度の映画のネタバレとなるため、映画をご覧になってない方はご注意くださいませ。になっちゃったずらー。